今日は千葉県内で有名な道の駅にやってきました。あ、なんか食うとこもあんの。あ、よかったよかった。農園カフェレストラン。甘酒は買いましたよ。アサリだし。店内の様子です。奥さんが頼んだのはこちら、彩り野菜とビーフシチューポットパイのプレート。愛車が寂しがってるけど、もうちょい休んでいてね。プラス300円でドリンクバーも利用できます。のりまる君もあるよ。バームクーヘンも美味しいよ。房総エビせんべいも美味しい。ポークカレーも美味しい。ピーナッツ味噌も買いました。クジラカレー美味しそう。出汁のシーンもできます。県内の美味しい醤油がずらり。千葉県産のレモンドレッシング、お惣菜パンも美味しそう。かまぼこもあるよ。地元野菜もあるよ。お米もおいしい。地元生産者様の皆様の写真が飾られています。農園カフェ。
また来ますね。エンド。